とデスクの座談会。相撲担当記者、新型コロナウイルスに感染したテレビ朝日の富川悠太アナウンサー、43、ですが、相撲界では曰くつきとして知られています。写真。富川アナ、出演続けたことを反省、とコメントデスク、スポーツの現場で見たことなんかないぞ、記者、2017年九州場所後、横綱春馬富士の引退会見に来ていたんですが、前に出た質問を繰り返して、デスク、テレビは、富川アナが聞きました、という感じで番組を作りたいから、よくやる手だよな、記者、そこで伊勢ヶ浜親方、元横綱朝日富士、が、さっき述べたから、他にも質問したい人がいるんだから、代わってください、と制したのに、今後、各界へ関わっていきたいという思いは、と質問を続けて。春馬富士は答えられず、伊勢ヶ浜親方が、今日引退したばかりだから、とフォローしたのですが、ネットニュースは、親方逆切れ、と報じました。デスク、わざわざ九州まで飛んできたから、美味しいが、が欲しくて、わざと怒らせたんじゃねえか、記者、そうかもしれませんね。やってやった、みたいな薄ら笑いで会場を出ていく富川アナを見て、報道陣みんな、なんだあいつ、とドン引きでしたから、デスク、元気になったら、自分もしっかり会見してもらいたいな。